それでは今日はオキシクリーンでマジックで床に描いてしまった汚れ、マジックの落書き、これが取れるかやってみます。まずいつものオキシクリーンの濃度はキャップ8分の1杯を0.5リットル、こちらで試してみます。キャップ8分の1なので、もう本当に少ない量ですね。例えばこういうボウルに入れるとこの程度です。これを、ちょっと厚めのお湯、約50度のお湯で溶かして、染み込ませたタオルを作ります。今日取り掛かるのは先ほどのマジックですが、このような状態になってます。素材はよくあるこう棚板ですね。木材の板に表面はちょっと塗装がしてある感じですが、このようにマジック、細い油性のマジックの落書き、これはボールペンの落書きですね。あとこういうこうなんか黒ずみというか汚れ、これはですね蛍光ペンの落書きです。今回はですね、かなりの強敵だと思います。ちょっと厚めのですね60度のお湯でオキシクリーンを溶かして作っていきます。あ、ちょうどいい感じですね。お風呂40度。お風呂よりはやっぱり熱いです、これは。60度。ちょっと熱いなっていう感じの温度になってます。こちらにタオルをつけ込みます。ではまず、水拭きのタオルですね。やっぱり油性マジックは取れないですね。蛍光ペンはちょっと薄く取れました、水でも。でもやっぱりまだ残ります。ボールペンはどうかな、若干薄くなりますが取れないです。これはダメですね、困りますね。ここは何だ、これもおそらくこうマジックか黒インク系ですね。これも落ちません。あとここは蛍光ペン、マーカーですね。これも落ちませんね。で、これは木材に、いわゆる棚板ですね。よくある板はそういう状態です。では続いて、軽く絞ったですね、オキシクリーンを染み込ませたタオルで拭いていきます。まずこの蛍光ペンですかね。まあ、水拭きよりはやっぱり落ちていきます。あ、落ちていくな。でもまだ完全に落ちきってないですね。とこのボールペン、あ、落ちていきますが、でもこれも完全ではないですね。これボールペンだとこう先が鋭いので、ちょっとこう中まで色が入ってしまってる可能性がありますので、ちょっとここは、もう少し浸したタオルをしばらく当ててみます。こっちはどうかな、ボールペンですね。ボールペンと黒いインクの部分、だいぶ薄くはなりますね。薄くはなりますが、まだ完全には取れない。あと、お、ここはすごいな。これは蛍光ペンですね。いわゆるラインマーカー。ここは今さっと拭くだけで取れました。お、すごい。
これはさっと取れましたね。なので、おそらくそのインク、色自体はオキシクリーンで取れるのかな、取れますね。ただこう、ボールペンとか、こう、鋭い刃の、まあ、硬いペンで書いてしまうと、なかなかこう、木材に、まあ、水を作るような形で色が入ってるので、こういうふうにこう、丸を描いて、ボールペンをこうなぞるような感じでですね、細かく拭いてあげると、ちょっと取れてきましたね。あとは時間かな。少しこう、浸してあげる方がいいのかもしれないです。で、床のワックスと違って、いわゆるこれはもう、上塗りする必要がない棚板なので、特に何か塗料が剥げるような感じは全くないですね。これは少し時間をかけてやっていきます。結構、取れるな。ちょっとわかりづらいかもしれないですけども、結構取れてきますね。これは時間をかけて、この動きをずっとする方がいいかもしれないですね。オキシクリーンと、なんと、マーガリンのコラボです。果たして落ちるでしょうか。結構薄くなりますね。落ちてきてますね。だいぶ薄くはなりました。マーガリンでこすってもですね。ただ落ちません。もう我が家の最終兵器ですね。お掃除ではそこまで使ってはいないです。今までオキシクリーンでほとんど汚れが取れてますので、ただこれです。もうアルコール。よく皆さんもですね、こうウイルス、例えばこう風邪の時期とかですね、気にされる方は使ってらっしゃると思うんですが、このパストリーゼ、こちらアルコールでこすってみます。これで落ちなければ、もう本当にこう表面を削るぐらいこすらなきゃいけないと思うので、最後の賭けですが、まあ、これはですね、安全無害なもので食品にも使えるというものです。一時期ちょっと話題になりましたけども、こちらで最終やってみます。では、もう直接こうスプレー状になってますので、このようにですね、汚れに吹きかけます。あまりこうつけすぎてもですね、つけすぎるというか時間を置いてもダメかなと思いますので、でも結構分解される感じですかね。ここを、タオルで拭いていきます。もうこれはしっかりと絞ったタオルなので、特に何かついてるタオルではないです。やっぱりアルコール強いですね。落ちます。落ちます。お、すごい。もうボールペンはすでに、こう溶けてますね。インクが。ボールペン落ちました。この油性のインクの汚れ。これも落ちます。落ちます。落ちましたね。ちょっと残ってるところは、これは、なんだ、ちょっと残ってるところは、もう跡というか、こう表面に押し込んでしまってるような感じですね。これ、打痕したというか。取れました、ボールペン。あと、先ほどの、ピンクのですね、蛍光色のボールペン。これは、だいぶ落ちましたけども、やっぱりこう書き込んでる部分があるので、こう柔らかいタオルではなくて、今度ちょっとティッシュでですね、さらに拭き上げてみます。ティッシュの方が若干タオルより表面硬いですので、落ちるんじゃないかなと思います。この程度でしたら表面は傷つけずにですね、インクだけを落としてるような感じです。おお、だいぶ取れましたね。今日は
よいしょ。もう、3種類使いました。だってこれ取れない。なかなか、もう落書きだけはですね、本当に大変です。よし。どうでしょう。こういう形で、だいぶもうほとんどありません。これをちょっと繰り返します。なんとかですね、このように綺麗に汚れが落ちました。それでは、また、オキシクリーンと、その仲間たちでなんとか掃除をしていきますので、よろしくお願いします。では、ありがとうございました。